はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日はですね、7月の6日、えー、水曜日の朝となっております。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが、えー、今日はですね、株式マーケットは、えー、っと、まあ、じわじわと、まあ、最終的に戻ってきてはいた一方で、えー、結構マーケットの動きとしては、あの、そんなに、ま、ポジティブなセンチメントでだったというわけでは正直ないかなというふうに感じています。というのは、えー、今日はですね、結構金利自体は大きく下がっていたりですとか、あとは、 ま、原油、えー、プラス、ゴールド、金ですね。で、これに加えて、えー、天然ガスだったりとか、ガソリンの価格が大きく下がっていました。で、このヒートマップ見ていただければわかる通り、この赤の右側のところですね、非常に、えー、コモディティ関連のところの銘柄が大きく下がっていますと。で、これはやっぱりマーケットがですね、リセッションに対して非常に、えー、強く意識してきているというのが、まあ、い濃く出ている結果かなと思うんですね。で、プラスこれに加えて、この金融機関の え、ところもですね、大きく下がってきていて、まあ、これは、まあ、イールドカーブですね。まあ、2年歳と10年歳の金利の差が少しなくなってきているとか、あとはやっぱり長期的な金利が下がってくることによって、金融機関の収益性っていうのが低くなってきたりもすると思うんですね。まあ、これは、あの、金利だけじゃなくて、経済が停滞していくっていうところも含めてなんですけれども、このあたりを見てみると、やっぱり少しここ最近、非常に原油関連の株が売られたりもしているので、マーケットの不安というのは、 え、利上げというところから大きく、え、リセッションだったりとかへの、え、シフトみたいなものが見られるかなと思っています。まあ一方で、え、グーグルですとか、あの、マイクロソフト、アマゾン、まあこのあたりは買われてはいるんですが、まあ比較的、え、割安感というところもあると思いますし、まああとはですね、リバランシングみたいなものを含めて、え、こういったところへの買いが入っているんじゃないかなと思っています。まあただしこれは本格的にその、マーケットを底入れみたいなものを狙っての買いというよりも、 あの、やっぱりその相対感での割安感というところから変われているのかなと思いますし、このやっぱり原油関連のマーケットの株価がですね、下がってきたことによって、いよいよ本格的にリセッションへの、あの、折り込みというか、投資家がリセッションに向き合うタイミングというのがまさに来ているのかなと思います。今日はですね、そのあたりに関しても、まあ、単純に原油下がっている、まあ天然が下がっているとかっていうよりも、もう少し違った観点での原油だったり、そういったところへの分析もしていきたいと思いますので、 ぜひ最後まで動画をご覧いただけると嬉しいかなと思います。では、質ですね、見ていきたいと思うんですが、その前にですね、このチャンネルは FXGT の提供でお送りしております。FXGT はですね、一つのアカウントを作るだけで、株式、為替、仮想通貨、コモディティですね、まあ、こういった資産クラスに対して投資をできるプラットフォームになっております。概要欄の方にもリンク貼ってあるんですが、まあ、レバレッジトレーディングではあるんですけれども、追、まあ、い証がなかったりとか、日本の 会社ではお援症のシステムがあったりとかして結構そのリスクという観点では、まあ、しっかりと考えられて設計されているかなと思いますし、まあ、本当にいろんな口座を開けて資金を移動させたりとかっていう面倒もない,ないですし、まあ、あとは入金第1回目に関しては100%の入金ボーナスというのが7万円の上限ではあるんですが、まあ、もらえるというふうな形にはなっていますしまたあとは口座開けるだけで開けるだけでですね、まあ、5000円の ボーナスっていうのも,もらえるようになってますので、まあ、ぜひ試しに使ってみるのもいいんじゃないかなと思います。はい。で、一応概要欄の方に僕の説明の動画も貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、まずは指数見ていきたいと思うんですが、まずはですね、ダウがマイナスの0.42%、やっぱ最初からずっとグワーって上がってきていて、ちょっとマーケットのセンチメントとしてもなんか良さそうだなみたいな雰囲気は、まあありますよね。 で、h y s P に関してもプラスの0.16%。ナスダックがプラスの1.75%で引けていました。ラッセル2000はマイナプラスの0.79%ですね。で、その一方で、米国の10年債の金利なんですけれども、約6.3ベース下がって、2.83というところまで下がってきています。で、FX に関しては金利は大きく動いてはいたんですけれども、 え、ドル円という観点では、ま、そんなに大きくは動いていませんでした。ちょっと今、ここには出ていませんが、あ、出てきましたね。135.84というところで、まあ、1日通して見ると、え、フラットになってきているかなと思います。あとはですね、これ、ユーロを見てみると結構面白いなと思ったんですが、え、ドル買いになってるんですね。で、これはやはり、ま、少しリスクオフの感じにやっぱなってるのかなというのは正直あります。で、ドルインデックスのちょうど見ていくんですが、うわーっとまた上がってきているので、 リスカーセットに関しては少し厳しい環境が続いて引き続きいくかなと思っています。で、原油に関しては今日8%ですね、ものすごい下落なんですけれどもえ、ついに100ドルを割っていきました。で、これに加えて見ておきたいのが、ゴールドですね、えー、1.9%、約2%下落して1767ということで、えー、かなり久しぶりの水準まで下落してきたような印象があります。はい。で、えー、まずは見ていきたいのが、これ一応ですね、原油の価格なんですけれども、 ちょっとですね、見ていただきたいのが、この価格が99.16というのが、現在の、まあ一番近い現月の先物なんですけれども、次の月のですね、先物が96.77になっていますと。で通常であれば次のか、次の月の方の原油の価格の方がですね、値段高かったりするんですよね。それっていうのはいろんな保管のコストだったりとか、まあ、現物を保管しておかなければいけないので、いろんなコストがかかるので、 高くなるんですけれども、これが今逆転をしていますとで。これは何を示すかっていうと、やっぱり長期的な原油への需要が、まあ、低くなってくるんじゃないか、落ちてくるんじゃないかっていうところへの見方がですね、こういったところに反映をされていますと。で他にもこういった動きがありまして、天然ガスも同様ですね。あとはガソリン価格に関しても同様の動きが見られるので、まあ、やはりコモディティ関連の価格はですね、こういった動きを見せているということは、 金利のマーケットと同様に、まあ、少し経済不安みたいなものが出てきているんじゃないかなと思っています。で、これに加えて見ておきたいのが2年歳と10年歳の金利の差ですね。まあ、今、ほぼもう金利差なし、もうゼロぐらいになっていますと。で、これにやっぱりなってくると、マーケットとしては、まあ、いよいよリセッションリスクかみたいな感じでまた注目が集まるかなと思っているのと、まあ、あとは個人的に気にしているのが2年歳の金利とあとは3ヶ月。 の金利ですね、まあ、これが今大きく縮まってきているわけなんですけれども今やっぱりその2年債の金利が下がってきていて3ヶ月もの,の金利に関しては高止まりもしくは上昇局面にあるので結構金融機関とかですね、まあ、資金調達短期で必要になるよっていう人たちに対しては結構困るマーケットにはなっているとでかつ金融機関としては長期の金利が今どん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 落ちてきてしまっているので、えー、短期の安い金利で借りて長期で 運用するみたいなことをやっても、まあ、リーザヤがですね、非常に小さくなってきていたりとか、まあ、いろんなところに対して貸し付けをするにしても、金利が下がってしまうと収益性が下がってくるので、まあ、このあたりは、まあ、あの金利が下がるだけではなくて、経済の停滞というところも含めると、まあ、やっぱり金融機関への負担というのは、このあたり見ても非常に大きいのかなというのは感じてはいます。はい。で、ここからですね、皆さんと一緒に今日のニュース、非常に注目点見ていきたいと思うんですが、まずはこちらから見ていきたいと思います。 ボンドマーケットがですね、まあ、今、リセッションに対して警的を鳴らしてますよということをタイトルに書いてあるんですが、これは先ほど皆さんにお見せした10年歳と2年歳の金利差がですね、まあ、ほぼ今なくなってきている、まあ、時間によっては逆転はしていたんですけれども、まあ、こういったところでやはりリセッションへの注目度が上がっているのかなと思います。でプラス、原油がですね100ドル割れてきていて、まあ、いよいよリセッションフィアみたいな感じで,ですねあのまあ警戒をしていると。 プラス、これに加えて、今、シティのですね、アナリストが年末まで、2022年の年末までに60ドル。で、2023年の年末は40ドルだったと思うんですけども、そこまで価格が下落してくるんじゃないかというふうな予想をしています。で、これの一番の大きな理由は、世界経済の停滞というところがまあ理由に挙げているんですけども、一方でですね、JP モルガンだったりとか、ゴールドマサックスに関しては、引き続きロシア・ウクライナ情勢が まあ非常に継続していくというところに加えて、ロシアがですね、今後減産をする、まあ、意地悪して、あのいろんな国がですね、ロシアに対して制裁をしてくるので、制裁返しのような形で、原油の減産をすることによって、まあ、高騰を大きくするんじゃないかというようなことを予想して,もしているので、政治的リスクを見ている人たちは、原油の高騰リスクを見ていて、経済の後退リスクを見ている人たちは、このような形で原油の価格の まあ、下落というのを見ていると。で、これやっぱり、これだけ値段の予想がブレるというのは、やっぱり今何が本当に起こるか正直わからないというか、何を重視すべきなのかわからないというところもあると思うんですね。なので、まあ、これは原油だけではなくて、やっぱり世界経済的に株式も含めて、非常に不安定なというか、予想が難しいような状況になっているというのは、こういったところを見てもわかるかなという,うに思っております。はい。では、ウォールストリッチュなどで見ていきたいと思うんですが、ここにもやっぱりオイルと関係の あるニュースが出てきているなというのがあるんですけれども、今日はそこではなくて、我々として見ておきたいのは、アメリカ人の方々、一般市民の方ですね、が、パンデミックの間に貯めていたセービング、貯金ですね、をどん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 今使っていて、消費に回していますと。で、これがですね、なかなかずっと続けるのは難しいんじゃないかというふうに、この中では語られていますと。いうのははこれまではですねあの コロナの前までは、お金を稼いで貯金に回す割合に関しては、大体3割ぐらいアメリカでは回っていたんですね。でこれが今の状況では約5%というふうに言われています。なので、大きく稼いでる人たちは、当然、あの、引き続き貯金というか、セービングに回して投資したりできていると思うんですけれども、やはり低所得者の方々に関しては、給料がそこまで上がれていない状況の中で、 まあ、上がったとしても、物価もすごい上がってますよね。なので、結構その貯金に回せる金額がどん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 減ってきているというのが現状としてありますと。でかつ、今のタイミングで、結構ですね、まあ、そのこれまでセーブしてきたお金を使って消費をいっぱいしているような形になっているので、まあ、これがまあ長くは続かないんじゃないかというような不安をですね、まあ今マーケットは持っていると。で、このような状況になってくると、 個人の消費っていうのが、ま、どん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 先細ってくるということもあって、GDP の成長率への悪影響にもなるんじゃないかというふうに今言われています。まあ、結構このあたりはマーケットの今後ホットトピックというかですね、非常に重要な点になってくるんじゃないかと思うので、引き続き注目をしていきたいと思います。で、え、ところがってドイツなんですけれども、ま、今ですね、一部のエネルギー関係の会社がですね、潰れそうになってきているそうなんですね。っていうのも、あの、ま、収益は上がっていたとしても、 まあ、収益というか利益は売り上げが上がっていたとしても、足元のその手元資金がなかなか回収できないということもあって、破産するような、あの、危機に陥っているところは出てきていると。そういったところに対して政府が、まあ、資金の提供をですね、しているような状況になっているわけなんですが、まあ、あの、ますますこのエネルギーセクターに関しては、特にドイツに関してはですね、非常に多くの部分をロシアから天然ガスも石油も入れているので、まあ、こういった、あの、問題に、 なっていると、非常に困るということで、どん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 今、資金注入をしていますと。で、そうなってくると、やはり、引き続きですね、政府としても非常に負担が、財政面でも負担が出てきたりですとか、あとは、こういった状況になってしまっているので、必然的に経済状況としても悪くなってくるとで。やっぱり原油の価格だったりとか、天然ガスの価格に関しては、今日ちょっと下がりましたけれども、一般市民のレベルではですね、やっぱりまだまだ高騰しているような状況でもあるので、 今後も経済への負担というのは非常に心配されるかなと思いますし、やはり政府の運営という観点でもお金がなかなか回っていかないような状況になってい可能性もあるので、このあたりユーロは引き続き非常に不安定な状況に置かれ続けるんじゃないかなというふうに僕は思っております。はい。で、続いてブルンバーグの記事なんですけれども、結構ですね、あの、面白いなと思っていたのが UAE ですね、これはドバイとかアブダビの方なんですが、 ガスの価格は今、高騰してきていますというふうに言っています。結構街中でもですね、今、どん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 あのガスの価格が上がっているそうなんですが、でなぜこういうふうな状況になっているかというと、まあ、彼らとしてはガスの価格というかその原油の価格をある程度コントロールしたいという意味合いもあって、まあ、積極的に増産しなかったりしているんですね。で、プラスこれに加えて、まあ、サウジアラビアもそうなんですが、ロシアの方からま安く原油が買えるんですよね。なので、 自分たちでわざわざ増産をして、えー、まああの価格を下げるようなことをしなくても、まあ、十分な今供給があるということで、今ですね、まあ、国の中でも産油国にもかかわらず、まあ、原油の価格がどん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 上がっていっていて、まあ、国民の生活もちょっと圧迫しているような状況になっているというのは、まあ、一つ面白いポイントなんじゃないかなと思います。このあたりを見てみると、やっぱり原油の価格をどん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 ,どん産油国があの原油を作って、オイルをあの掘ってですね、 上げていくってことは、まあ、ないんだろうなということが、まあ、一つわかるのかなと思っています。はい。あとはですね、バンコブイングランドの方からのコメントなんですけれども、まあ、今ですね、どん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 マーケットでは、やはり、インフレが継続していくということをまあ予想していますと。で、そうすると、当然なんですが、まあ、景気交代っていうところに頭が行きますよね。で、そうすると、うん、今は、まあ、あの、そんなに、えー、直近では困ってないけれども、 今後、経済が悪くなってくる可能性があると。なので、それに備えて、もうすでにリストラしようみたいな感じのマインドになってきたりとか、そういうふうに実際な動きがイングランドの方では起こってくる可能性があるんじゃないかっていう懸念が今出てきているそうです。まあ、これはまだ、あの、実際にそういった動きが加速しているってわけじゃないんですけれども、そういったことの方向に動いていくことを今、不安にまあ思っているところですね。で、これはアメリカのフェットのですね、パウル議長も常に言っていて、 高インフレ状態が続くと、まあ、それに対してマインドセットが固まってしまって、それの高インフレが続くっていうような前提のもと、経済活動が行われる可能性があると。で、そうすると、当然、まだまだずっとですね、高インフレが続いていくっていうふうになると、あ、まあ、そんな積極的にお金使うのやめた方がいいかな、みたいにな,なりますよね。なので、経済をやっぱ圧迫するんじゃないかっていうことと、まあ、結構似てるお話なんじゃないかなと思うので、やっぱりグローバルでこういったことは課題に。 やっぱり今はなっているんじゃないかと思います。はい。プラスこれに加えて、まあ、イギリスの中央銀行、さっきの BOE ですね、は、まあ、経済の嵐に備えるように、まあいろんな銀行に対して、えー、指針をですね、もうすでに打っていまして、えー、ちゃんとですね、資本のバッファーをこれまでよりも倍ぐらい、まあ、ちゃんと持っておきなさいということをすでに言っていますと。でまあこのあたりは結構ですね、銀行の経営には非常に厳しいものではあるんですけれども、まあこれだけ危機感を持って、 今、中央銀行はすでにもう動き出しているというのは一つ分かるポイントかなと思います。あとはですね、原油価格の高騰がしばらく続きそうだなと思う一つのニュースがあるので、ちょっと紹介をしたいんですが、OPEC のですね事務局長が発言をしていたんですけれども、ベネズエラとイラン産の原油でですね、エネルギー危機の緩和が可能ですというふうに言っていますとで。これ何を言ってるかっていうと、まあ、今ですね、この、えー、とベネズエラとイラン産の原油に関しては、 追加の供給がまあ今認められてないというかまあそういった状況になっているのでまあこういったところが追加で増産をしてくれてかつまあここでここからあの買いますよとあの原油買いますよというところがまあ増えてくれればまあエネルギー危機に関してはある程度緩和できるんじゃないかという,ようなことを言っているのでまあ我々じゃなくて他のところのまあ増産だったりで賄ってくれよというふうにまあ言っているところですね。ななのでまあオペックとしてはそんにに積極的に え、原油を、ま、どん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 掘ってみたいなことは、やるつもりはないということで、ま、やっぱり今回、ま、リセッションリスクの懸念みたいなもので、価格は大きく下がってはいるんですが、ま、政治的な観点から見ると、え、下落圧力っていうのは全く、ま、ないと言っても過言ではないと思うので、ま、このあたりを見てみると、ま、今下がってきてはいますが、ま、ちょっとシティグループが出している60ドルとか40ドル来年みたいなところの予想よりも、ま、引き継ぎ高止まりをするというようなところで、見ておいた方が、 まあ可能性としては高いというか、そっちの方向に行く可能性の方が僕は高いのかなというのはなんとなくは考えてはいました。はい。ということで、皆さんいかがでしたでしょうか。ちょっとマーケット今日はですね、金利が下がっていながらもというか、下がっていたこともあってか、まあ上昇していましたけれども、少しやっぱりここ最近の動きとしては、これまでのマーケットの動きと若干ちぐはぐな感じになってきているかなというふうに思っています。で、今日は株式上がりましたけれども、 やはりリセッションへのリスクというところが注目されるに従って、ってそんなに積極的に株を買っていく人たちが減ってくると思うんですね。でもちろんあのテック株グロス株に関しては結構割安感というのは出てきている銘柄だったりとかやっぱりグーグルだったりとかあの g a ファム関連の中で買いたいなと思っている狙っている銘柄というのはあるとは思うんですけれども買うのが本当に今なのかというのは結構まあ疑問というかやっぱちょっと考えますよね。 やっぱり長期的に今のような金融の引き締めっていうのが続いていくとすると、まあ、急いでそもそも買う必要がないっていうところが前提としてあると思うんですけれども、まあ、もう少し様子見てみたいなっていうのは正直ないろんな方の気持ちかなと思いますし、まあ、あとは買うとしても本当にやっぱり中長期的に分散して買っていくっていうところがやっぱりまあ求められているというか、あのそんなに今大きく何か本当に買っていかなきゃいけない理由とか、 買いに転じるサインみたいなのが出てるわけでは全然ないので、少し、まあ、マーケットの様子を見ながら、買いを入れていく人はですね、まあ入れるなり、様子を見る人は、まあ、あの何もしないっていうところも全然あるんじゃないかなと思っております。まあ、僕はちょっと株に関しては様子見ではあるので、そんな積極的には動いていく予定はないんですけれども、まあやはりどっかのタイミングで買いたいなっていうのはちょっと正直はありますよね。まあそれが今っていうわけではないんですけれども、やっぱり中長期的に見て、ある程度、 落ち着いてきたタイミングで、まあ、あのアメリカのリセッションというのも大体2年ぐらいが、まあ、あの最長というふうにも言われて、歴史的に見ると言われてはいるので、まあ、大体来年のタイミングでどっかでうまく仕込めそうな時が来ると、まあ、いいなぁなんていう感じのまあ気持ちで今はマーケットを見ているような状況です。はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。